あ、どうかどうか。サットです。はい、サットです。はい、どうもガッツです。突然ですが今仙台のアーケードにいるんですが、いつも渋谷のハロウィンだっけね、話題に上がってきますけど、仙台はどんな感じなのか調査していきたいと思います。19時ぐらいに行ったんですが、すでに大繁盛してました。主に高校から大学ぐらいの若い人がいい感じに仮装してて、男女比は何対3ぐらいで女子ばっかあったので大変テンションが上がりました。なお僕はしっかりと鎮座コスプレで行きました。なんかこの前卓球したじゃん、一緒に。あー、久しぶり。クリスラさんMIUね、素晴らしい。これは何ですか。チャッキー。チャッキー、あ、じゃあげます。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。コグンとさあ、これ何の学校ですか。ドルフィントレーナー。ドルフィントレーナー、あ、そうなんですね。聞いといて適当なんですけど。どうぞ。名取高校です。あ、ごめん、何の学校ですか。そう、今日もう25回ぐらいこのやり取りしてんだけど、大変なことですよね。やばいね。仙台のハロウィンはアーケードを何往復も練り歩いて喜んで帰るみたいなのが主流みたいです。まあ関係ない人からしたらうぜえなとしか思われてないと思うんですけど、やかましい酔っ払いとかは全然いなかったので、割と平和ではあるなと思いました。どうですか仙台のハロウィンは。いいですね。こんにちは。すごい。3を出た。3をね、ポリデントの人ですか。あ、みんな言う、さっきもみんなポリデントの友達ですとか。あの人クセ強いからね。成人仲間いいじゃん、仲間。わー、めっちゃ強い。やばいじゃん、あそこ国分寺エグいな。名前なんでしたっけ。みぎわさんです。みぎわさん、みぎわさん囲みを破って。というわけで仙台のハロウィンはこんな感じでした。最終的には友達と5時まで飲んで、仙台の夜の経済をぐるぐる回して、お持ち帰りとか一切なく、みんな平和にこうやって家に帰ったんですけど、そして仙台のハロウィンの様子をツイートしたら結構バズってたんですけど、その引用についてで、仙台もこうなってしまったかとか、渋谷に憧れてる田舎者みたいなことを言ってる人も多かったんですよね。確かにそれ終わってんなと思いながら仙台の夜の経済をぐるぐる回してたんですけど、まあよくわかんないですけど、今回は楽しかったです。全員せよ、僕が今一番言いたいことは、ナンパする技術を身につけたい。